キャスティング TV をご覧の皆様、こんにちは。八千代店の宮崎です。さあ、今回ご紹介させていただきたいのは、これから梅雨というちょっとジメジメとした季節がやってまいりますが、皆様、レインウェアで撥水能力が落ちてしまったものってお持ちではないですか？そういった撥水能力が落ちてしまったレインウェアにぜひ使っていただきたいのが、今回ご紹介したいこの商品、ニクワックスでございます。こちら、洗剤タイプのものと、あと撥水効果をつけるもののタイプがございます。で、簡単にちょっとご説明させていただきますね。まずこちら、こちらのキャップで、手洗いの場合なんですけれども、こちらキャップで2杯取っていただいて、水を張った桶のところにこれを2つ横入れていただいて、でその後洗っていただいて15分待っていただく。それだけで簡単にレインウェアの表面の汚れを取ることができます。で、こちらもう一つ、撥水タイプのものですね。こちらの方は、やり方はすごく似てるんですけれども、キャップで1杯取って入れていただいて、その後、水を張って混ぜていただいて、こちらは10分つけ置く。それだけで撥水能力が回復します。で、やるときに注意点なんですけれども、こういったレインウェア、レインウェアそのものが使えるかどうかっていうことを見ていただいて、で、洗う際には、ジップを閉めて、完全に防水の状態。で、こちら、ベルクロ等もあれば、これもしっかりと、しっかりつけて、つけた状態で洗っていただくと。で、この、今回実際に、この2つを使ったものをちょっと用意しましたので、1つは、撥水加工がされてないもの、もう片方は今回、ニクワックスを使ったものになります。ますよ。わかりますかね。ちょっとこうじめっとしてしまってる、わかりますかね。泡も出てて戦ってる、ちょっとよろしくない状態です。で、こちらが使ったやつですね。水を完全に弾いてボールの玉のようになってます。こちらはちょっとじめっとしてるので染みてしまってますね。こういった感じでかなり撥水効果が期待できますので、ぜひこの商品使っていただければなと思います。はい、では今回このニクワックスの方をご紹介させていただきました。ではご清聴ありがとうございました。